果実、先島巣オの木は、青い葉の上緑鉱木。日本では特によく万根を発達させる木として、有名である。上緑性鉱木で5から15メートルになる。葉は、長さ10から20センチメートルで、長大円状卵形から大円状卵形。先端は尖っている場合も丸々場合もあるが、基部は、円足をしている。葉質は硬く、表は、緑色で、艶があって、 無毛、理面は銀色や多少色づく円形の輪状の毛が密生する。円水果樹は7から15センチメートルになり、多数の花をつける。万根が特徴。万根を持つ樹木は熱帯域に多い。日本ではこの他に、犬には沖縄裏白菓子などが形成することがあるが、本種のそれが群を抜いて立派で、高さは2メートルくらいになる例もある。熱帯アジア。 台湾、ポリネシア、熱帯アフリカに分布。マングローブ林のある湿地の内陸側に多く生育する。日本での生育地は、奄美大島、沖縄島、石垣島、イリオモテ島が知られる。このうち石垣島の深い表岳山麓の、ムタナーラの先島スオーノキ群落、及び、イリオモテ島、古見の、古見の先島スオーノキ群落は、天然記念物に指定されている。 また、入表島の仲間川上流には、樹齢400年と推定される先島巣王の木の巨木があり、森の巨人たち百戦に選定されている。先島巣王の木の火事沖縄県では、かつてこの板根を切り出してそのまま船の火事として使用した。樹皮の担任は、染料、薬用として利用される。和美王の先島巣王の木の巣王は、 戦領として利用される巣ごに由来する。また、先島は、先島諸島のことである。マレーシア、ケニア、タンザニア、ありがとうございます。